はい皆さんこんにちはレック専任講師森田隆二ですそれではただいまにエコノミスト森田隆二の経済会計時事解説第16回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたします はいえー、本日ですね第16回目ということになりますが早速画面のほうね切り替えていきますけども、えー、本日のテーマはですね菅官房長官が先日ですね情、えー、通信料ですね4割値下げするべきだっていう発言をしましたけどもまあそれをテーマにしてですねいくつかお話をさせていただこうと思っておりますでは、えー、菅さんがですねどんな発言をしたのかということでありましてね菅官房長官発言ということ 8月21日にですね札幌市で講演があったということなんですけれどもその講演の中でですね今よりも4割程度ですね通信費ですね下げる余地があるんだっていうねそういったことを言及したんですね。うん まあこれは非常に、まあ、異例なケースでありまして、まあ、政府の高官が民間企業のです、ね、価格設定に対して口を出すというのは、ね、とっても珍しいことであるということで、まあ、非常に、ね、異例なことであると。 でこんな発言もされておりましてね携帯電話事業者は国民の財産である公共の電波に電波を提供されて事業しているということで、まあ、電波の利用というのはまあ免許制ということで利用権というのがですねあの業者に渡されてですねそれでその電波を使って商売できるということでありまして、まあ、免許制を取っているわけなんですけども、まあ、公共の電波を使ってですねあまりにも稼いでるんじゃないのかということなんですよね。あの後ほどあの見させていただきますか まあ、とても利益がものすごい額になってるんですよ、通信大手3社ですね、NTT、ドコモ、KDDI、それからソフトバンクですね、ものすごい利益が出てるということで、ちょっと利益出しすぎなんじゃないのと、利用者にもっと還元するべきなんじゃないのと、つまりもっと安くするべきなんじゃないのということを、まあ、菅さんが、ね、言われたということですね。 でまあ、競争が働いていないと言わざる得えないということでですね、まあ、今、申し上げましたように大手通信3社ということでもう線なんですね全くの河川ということで、まあ、シェアが90%になるのかなということでありましてですね、まあ、競争が働いてない状況ですから、まあ、非常に価格が高く高止まりしてしまうとそういった状況なんです。よね ですからまあもう少し、ね、競争が激しくなればいいんですけども、まあ、昔 evo マイル e アクセスという会社がありましたけど、まあ、ソフトバンクが買収してということでまた3社になってしまったんですよね4社あったのが3社になったと、えー、ただまあいいニュースがありましてね、えー、後ほどちょっとまた述べる機会あるかなというふうふに思いますけど楽天ですね楽天が、まあ、今ねあの格安スマホということで楽天あの、えー、もうすでにやってるんですけどもさらにですね自分でその通信の設備なんかを持ったね そういった携帯事業を始めるということで2019年の秋ですね楽天も商売を始めるということでそうすると大手のですね企業が4社になりますのでそうするとですね結構競争が激しくなって、まあ、消費者にとってはいい状況が実現するのかなと思いますけども、まあ、現在はですね菅さんいわく競争が働いていないと言わざるを得ないとちょっと高いんじゃないのということですあ、ね、とでちょっと具体的にも述べていきますけどね。 でではですねそもそも諏訪さんという方ねちょっと簡単に見ていきましょうかね菅官房長官、えー、とはということでありますけどね、まあ、菅義英さん。 という方なんですけどね、官房長官ということで。まあ、秋田県出身のですね、え区学生で叩き上げということで、まあ、秋田の農家の出身の方で。まあ、段ボール工場の作業員もやってたということで、本当の叩き上げですね。だから、非常にね、今の安倍政権でいうと、まあ、異色の存在と。まあ、安倍総理大臣はもちろん、岸信介、元総理大臣の、孫にあたりますし。まあ、麻生さんというのも、副大臣でいらっしゃいますけどもね。副総理、副総理大臣でいらっしゃいますけども、麻生さんも、吉田茂というね。ええ。 後の総理大臣の孫にあたるということでありますので、まあ、非常に麻生さんもそれから安倍さんも、まあ、安倍政権の中枢ですけども、まあ、そのですね二世議員というかねもう本当にあのもうエリートというかねサラブレッドという感じですけども鈴、まあ、菅さんは本当の意味で叩き上げだということですよね。 ですから、まあ、そういった意味で非常に、ね、異色な存在なのかなとで、まあ、あの働きながら、まあ、法政大学の、えー、法学部政治学科を卒業してということで非常に苦、ねえー、学生であったということは述べられておりますよね。で、まあ、最強の官房長官というふうに言われたりしておりましてあるいは影のですね、まあ、総理というふうに言われておりまして、まあ、実質的にですね安倍政権の指揮っていうのは菅さんじゃないのかというふうに言われたりするんですね。 まあ、あの安倍さんと菅さんの関係というのは本当にもう長い関係にありましてですね、まあ、第1次,次安倍政権というのが2000年代の仲間に確か2006年ぐらいだったと思いますけど第1次安倍政権というのがあったんですねで、まあ、1年足らずで、えー、だ終わってしまったということで,でそれから2012年に返り咲くということなんですけども、えー、その第1次安倍政権の時からのもつながりということで、えーまあ、第1次安倍政権の時には菅さんはあの後ほどちょっと見ますけど総務大臣をやったということで。 もう安倍さんをもう昔から支えているということですねで第二次安倍政権、ですね2012年12月の末に誕生しましたけれどもその時安倍さん、もう一度やりましょうというふうに、まあ、その仕掛けたというかですね安倍さんをまあ支えた方がね主に支えた方がこの菅さんであるということでこの第2次安倍政権、アベノミクスの本当立縦役者というふうに言ってもいい方なんですよね影、まあの総理、最強の官房長官というふうにも言われたりしておりますよね。 まあ、あのこの菅さんというのは非常にですね。まあ、そうですね。まあ、圧力はかけるのがうまいというか、まあ、人を動かすのが上手くてですね。まあ、人事権を使うのがうまいんですよね。まあ、総務大臣時代もですね。あのまあ。 総務省のでエース級の官僚を更迭したりだとかですね結構、その人事権を使うんですよね内、内閣人事局の局長がもう内定が決まってたのに内定、ある人が内定っていうふうになってたのにもかかわらずですね違う人を、ね、局長に当てるだとか結構、その人事権を使うのが怖あのうまいので、まあ、あのその菅さんの顔色をうかがっている官僚が非常に多いということを聞いたりしますよね。まあ、そそののの人事権をを使ってですすねその官僚を動かすのがうまいと あるいはそうです、ねまあ、国会に対してもです、ねそのま、内閣、衆議院議員は解散というのがありますけれどもその解散権をちらつかせるのも非常にうまいということであの、まあ、内閣総理大臣、内閣はあの解散というのを。まあ 解散権を持ってるんですよね憲法の第7条にね、えーまあ、天皇の国事行為として内閣の助言の承認があれば、まあ、解散してもいいっていうことでですからまあ内閣総理大臣が実際解散権を持ってるというふうに考えることができるんでしょうけどもその安倍さんとねもう本当一蓮托生の関係にありますから、まあ、菅さんもその,、えーそのえー、解散権をねうまくこう、ね、使うことによって、えー、こう人をまとめるのがねうまいのかなというふうに私なんかちょっと見てるんですけどね。 で官房長官のです、ね、任期がもう歴代最長ということで、まあ、2012年の末からやっておりますので非常に、ねえー、大変なお仕事を、ねまあ、ずっと長いことやってるとで官房長官というのは、ね、非常に、ね、これがある方大変なんですよね、えー、まあ内閣の,その顔でありますので、えー、まあ内閣のです、ね、政府の基本方針をです、ね、会見で説明するんですよ、でそれが1日2回もです、ね、あるんですよね、まあ、これはもう世界でも稀なんですよね、あのー、まあ大臣級ののポストの方がですね。 1>, 1日2回もですねあの説明をするっていうのは結構その先進国ではまれだということで、まあ、多くの国の人は結構びっくりしているということらしいんですけども、まあ、それをです、ね、もうずっと20 2012年の末からやってるわけですからもう本当菅さんすごいですよね。えー、今年で70歳ということだ,だ,だということなんですけども、えー、もう本当横浜にご自宅があるようなんですけどね1回ももうあのなあの官房長官になってからですね家には帰ってないということで本当にこう仕事一筋。 で、ね、やってこられているということで、まあ、非常にこう頭が下がる思いなんですけども、まああのー、ですね、えー、戦後歴代最長の、ね、官房長官であると。で安倍さんにですねやっぱりね経済最優先をね指南してるのはこの方なのかなっていうことですよね。 まあ安倍のミクスというまあ経済政策を引き下げてですね第二次安倍政権が誕生したわけなんですけどやっぱりこの戦後でいうともうかなりの期間ですねあの戦後第二番目ですかねあの景気あの好景気であるということでまあ安倍政権の経済政策というのはまあ成功してるだろうというふうに言われてるんですねまあ失業率で言っても2.5%ですよえですからまあ失業率が2.5%っていうのは、えー、まあ働きたい人が基本的に働けてますよっていうふうにまあいう状況なんですねそれ。 経済学では完全雇用というふうに言うんですけれども、まあ、完全雇用が実現している状況を作り上げたということで、まあ、この経済再生優先のですね、まあ、そういったああの安倍政権ですね、まあ、非常にうまくいっているのかなというふうに思いますねで先ほどちらっと申し上げましたけど第一次安倍政権の時に元総務大臣ということでありまして総務大臣を務めたということでありまして通信行政に精通しているということなんですねこの菅さんはね。 あの総,務総務省っていうのがありましたね、まあ、総務省っていうのは昔のあのえー 総務省とそれから自治省と郵政省がくっついてで郵政省っていうのがあの情報通信行政を担ってたもんですから現在今あの現在ですね情報通信行政を担っているのは総務省になるわけなんですけどもその大臣をやられてましたんで非常にそのね通信行政に関してはね精通しているとこれが菅さんであるとですからまあそういう背景があってですね今回の発言が出たんだということなんですよね。 では、えー、通信料って高いんでしょうかねということで一個一個ちょっと見ていきますけれども、えー、なんとですね2017年になりますけれども、えー、携帯電話、えー、年間通話料が10万円を突破してしまったということで、まあ、今まで10万円は突破してなかったんですけども10万円の大台をですね突破してしまったということでちょっとですね料金高いんじゃないのというふうに、まあ、多くの方は結構思っているのかなと思いますね。 OECD という、ね、経済協力開発機構、まあ、ここに加盟すると、まあ、先進国になったというふうに評価されるということなんですけども先進国クラブというふうに言われたりしますけどもこの OECD の加盟国の中でもですね4番目に高いということでありましてね、非常に、ね、高いんですよね。で例えばですね、えー、っとそうですねここにちょっと出てきてみますけど、えー、家計最終消費支出というふうにありましたけどね、家計最終消費支出というふうにありますが。 日本、えー、これはなんですねだからあの家計のです、ね、消費のうち3.7%がです、ね、通信量であるということでこれは極めてです、ね、ちょっと高いんじゃないのということですよね。まあ、アメリカなんかは2.5%韓国はちょっと高めで3.1%ということでありまして、まあ、ちょっと高いんじゃないのということですよね。 まあ、ちなみにですね G7 ってありますけども、えー、日本、アメリカ、えー、イギリス、フランス、えー、ドイツ、カナダ、イタリアっていうね G7 ていうのがありますけども G7 の中では圧倒的に一番日本が高いということですね。で、この家計最終消費率に占める、ね、通信量の割合ですけどもこれから圧倒的に高いということですね。アメリカは2.5%でさっきあのお話しさせていただきましたけどほとんどのですね G7 の国っていうのはやっぱり大体いい3%と2%の間に収まってる水準なんですよ。で それに対してですねイギリスは非常に安くてですねイギリスは確か 2%, 切、ね、確か2を切っているということで、まあ、非常に通信費が安いですよね。 まあ、イギリスは大体ひとつ月に3000円ぐらいで住んでると、まあ、日本でいうと、まあ、8500円ぐらいの、ね、料金が大体、まあ、いい3000円ぐらいで収まってるということで、まあ、イギリスは日本の大体いい3倍ぐらいの料金なんじゃないのかというふうに言われたりもしますので、まあ、こういうのを持ってきてですね、まあ、菅さん高いんじゃないのというふうに言ってるんでしょうね。 であと日本経済新聞、日経新聞ですけども、まあ、調査をされましてですね、60 65%の人がやっぱ携帯で電話のですね、通信量ちょっと高いなというふうに言っているということなんですね、まあ、多くの人がちょっともう少し安くしてほしいなというふうに思っているようですよね。 ではまた別の角度からいきますけれども本当に高いのか、丸 ○2 ということで、えー、基地局のインフラ整備ですね、まあ、この基地局というのがないとですね、まあ、これだけのサービスを提供できないということになりますけれども、えー、年間数千億円規模のですね設備投資が必要であるということで、まあ、維持するのも大変なんですよとこれだけのサービスをですね実現するのも金かかってんですよ、実はということでそこもやっぱり分かってほしいということなんでしょうね。 それからあ、えー、2020年代にはですね超高速大容量の次世代通信規格第5世代 5G というふうに言いますけどこれが普及するとでこの 5G が普及するということでやっぱりこれからね巨額のお金が必要投資が必要ということでちょっとやっぱりため込んでいく必要があるのかなということですね。 まあ次世世代代通信 5G でですね第5世代ですねね第これが2020年、まあ、ちょうどオリンピックぐらいのその時に間に合わせるようにっていうことなんでしょうけども、まあ、あの第5世代というのがはじあのスタートしますんで第5世代というのは、まあ、あの通,信通信の速度がね 大容量になるとということでありまして、ねまあ、例えば映画だったら数ギがあるわけなんですけどもダウンロードするのに今だったら結構時間かかりますけども10秒足らずでダウンロードできるだとか、まあ、結構ねものすごいねそういった利便性が上がるということですね。で、まあ、あのまあだから今あの今は 4G というふうに言われてるんですけども 4G のですね大体10倍の速度と通信速度ということで非常に速くなるわけですよね。でこれからの,その,、まあ、あの日本を考えていきますとです、ね ね、IoT というふうに言いましてね、あのー インターネット・オブ・フィングスというふうに言うんですけどもいろんなものがですねネットとつながっているっていうことが IoT というふうにいう IoT という言葉で表現されるんですけどもだからすべての、まあ、多くのものがねインターネットとつながるということでやっぱりね、えー、こあの通信規格もねパワーアップしなければいけないということでその 5G っていうのが非常にね注目されてる、えー、ということなんですよね、まあ、ちなみに今 4G ということなんですけども 1G からあるんですよ一応ね第一世代というのがありまして80年 年代にあったんですけどね第一世代ね第一世代っていうのは例えばあのカーフォンとかね、えーまあ、自動車に電話が取り付けられたりだとかねあと昔ショルダーフォンっていうのがあったんですよバブルの頃なんですけど80年代半ば後半なんですけどショルダーフォンって言って肩にこうブラあのかけてですねそれで電話がこうついてるっていうねあのお笑いのあの平野ノラさんがですね <laughs> あの、えー、バブルの頃をネタにしたねそういったあのお笑いがありますけどもあの、えー、しもしもみたいなことであの平野ノラさんがや ますけども肩にかけてるねそういった携帯電話がありますけどまさにあれが第一世代に当たるわけですねで第二世代っていうのが1990年代でありましてね、えー、まあ携帯電話がまあ普及してあるいは PHS っていうのもありましたしあるいはポケットベルっていうのもありましたけど通話だけじゃなくて文字なんかも送れるっていうのが第二世代90年代で,で2000年代に入りますと第三世代ということで,で第三世代っていうのはそのただ話すだけじゃなくて あのウェブなんかも閲覧でできるということですねで、えーまあ、現在第4世代で2010年以降という話なんですけども現在の第4世代は動画なんかも、まあ、一応見れちゃうとスマホなんかを使って動画なんかも見れちゃうということで,で第5世代になりますと通信速度がもっとアップするんですよということで、まあ、非常にねどん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 利便性が上がってくるとでこの第5世代っていうのはやっぱりねこれからどん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 進めていくにはこの、ね、巨額の投資というのが必要になりますんで、まあ、あの稼ぎ好ぎっていうふうに言われますけど しょうがないでしょっていうのが、まあ、通信会社の言い分なんでしょうね。 でまあ、あのイギリスに比べて、ね、3倍ぐらいするということなんですけどもただこれもあんまり一概に比べられないですよねやっぱり日本というのはその品質が高いですから、まあ、例えば日本全国どこ行ってもです、ね、基本的にです、ね、その通,話通信速度というのは変わらないですよねあんまりね、えー、どこ行ってもあんまり通信速度が変わらないということでですから品質は非常に高いということでその品質まで加味してねやっぱり本来だったら比べなければいけませんけど、まあ、料金で の比較っていうことだけになってしまってる議論が多いので、まあ、それでいうとちょっと高めに出てきますけども本来だったら一概にはなかなか比べられないのかなというふうに思いますね品質はちょっと高いんじゃないのっていうふうに言う方も、えー、結構いらっしゃいますよね。 まあですけども、まあ、ただね、やっぱりね、そうは言ってもね、あのー、やっぱりこの利用者がね、ね利用者が、まあ、この間の日経新聞の調べですけども、まあ、65%の人がやっぱり高いというふうに言ってるわけですから、まあ、やっぱりちょっと高いんじゃないのかなっていうふうに、えーまあ、いう意見が多いのかなと、まあ、それを踏まえてのやっぱり鈴鹿さんの、ね、発言だったのかなと思いますね。 でまあ、2018年3月期、経常利益ランキングということでちょっと出しておきますけれどもえトヨタ自動車が、まあ、経常利益のランキングでトップですねえそして日本電信電話株式会社ということでこれが NTT、NTT ドコモの親会社になるわけですねえ50%超の株を持っていればざっくりといえばあ、まあ、親会社ということでありますけれども NTT ドコモのですね親会社にあったるのが日本電信電話 NTT ですけども、まあ、2兆近く、ね、稼いでると経常利益ですね。 で 3, 位位3位、4位とですね、まあ、銀行メガバンクが入るわけで三菱 UFJ フィナンシャルグループそして三井住友フィナンシャルグループと、えー、これが3位、4位ということですねで自動車のホンダそれから第6位に NTT ドコモ1兆超えていますそして KDDI1 兆近いです。えー、したがって NTT ドコモ KDDI というですねこの通信大手2社がですねベスト10に入っているということですねだからこう合わせて2兆円近いですよね。 でソフトバンクはじゃあこれ経常利益に入ってませんねということなんですけど経常利益はねちょっと数字悪いんですけどもあの営業利益は非常に数字が良くて1兆3000億円利益が出てますよ。ですから経常利益はちょっとね低めにあのコストがかさんじゃって出てるんですけども、えー、まあ営業利益ないしはあの当期純利益ではもう1兆超えてますからあそれを考えますとね、まあ、だから営業利益なんかで考えればですね えー、NTT ドコモンと KDDI 多分営業利益だったらそれぞれ1兆円ぐらいだと思うんですけどもあのそれでソフトバンクが1兆、えー、3000億円ぐらいだったと思い,思いますんでこの3社ですね NTT ドコモ KDDI それからソフトバンクの営業利益これ経常利益持ってきちゃいましたけども営業利益でいうとトヨタを超えるんですよね3社を合わせるとね。 ですからまあトヨタ自動車というのはもう誰もが認めるやっぱり日本の、ねえー、企業のトップでありますけどもその利益を超す利益を3社で稼ぎ出しているということでこれもやっぱり、ね、驚異的な数字ですよね。ですからちょっとね、あの公共の電波を使ってですね、稼ぎすぎなんじゃないかと思う。 だからトヨタ自動車なんか別に公共の電波を使ってですね商売してるっていうわけじゃありませんからだから別に稼ぎすぎっていうふうに言われたとしてもですね、えー、まだね、えー、別にそうじゃないということはできますけどこの NTT ドコモ KTDI 電波を使ってやってるということですから、まあ、ちょっとねそういうふうに言われても仕方ないところがあるのかなというふうに思いますね。 で大手通信3社のですね業績をもう一度ちょっとね振り返っていきますけれども、営業利益、売上高、営業利益率ですね、これ、上場企業だと平均7%っていうふうに言われるんですね、あの売上高、営業利益率っていうのは、分母に売上高売上高を持ってきて、そして分子にですね営業利益を持ってきて、ですねかける100をすることによって、売上高、営業利益率っていうのが出るんですけども、上場企業の平均が約7%っていうふうに言われるんですね。 それに対してどこも KDDI はどうなのかというとなんとソフトバンクに至ってはこれね、ソフトバンクってね、もう今いろんなところに投資をしてるんですよ。今いろんなところに投資をしてるんでなかなかちょっと利益が見づらくなっちゃってるんですけども、ソフトバンクの,その通信事業で見たときの利益率ということで持ってきますとですね、これ21%ということでやっぱり20%超えてるわけですね。ですから、まあ、上場企業の平均を優に上回ると。 えー、公共の電波を使ってちょっと稼ぎすぎなんじゃないのっていう議論があってもまあちょっとややしょうがないのかなというふうに思いますね。 ただね、やっぱりねあのどこの国見ても、まあ、例えばアメリカでもそうなんですけども、あの結構やっぱりねあの、通信の大手っていうのは、営業利益率がたあの、売上だ高、営業利益率が非常に高いんですね、まあ。アメリカだったらですね、ベライゾンっていうね、まあ、トップの企業があるわけなんですけど、通信のね。えー、ベライゾンもやっぱり20%、22%でしたっけどね、22%ですよ、営業利益率がね。あるいは AT&T、AT&T も10%超えてますね、13%ですね。 えですからまあ結構ですねあのどこの国でもっていうふうに言ってもいいのかなというふうに思いますけどやっぱり通信っていうのはまあ結構利益率が高いのかなということですよね。ですからもう少しちょっと消費者に還元してもいいんじゃないのとそういった発言ではあったということですね。 じゃあ菅さんはですねなんで、えー、あんな発言をあの時したのということなんですけども、まあ、菅さんの狙いねすね、えー、国民の財産である公共の電波を利用してるんだとだから過度な利益を上げるべきではなく利益を利用者に還元すべきだということを言ってるんですねですからトヨタ自動車が稼いでるのと違うと、えーあのーまあ、公共の電波を使ってるんだということなんですね。 ですから、まあ、もう少しですね。その利益を利用者に還元するべきなんじゃないのということですね。あのー、まあ、先ほど申し上げましたね。アメリカだったら、あのー、結構、その、利用権を。 手にに入れるるのにものもすごい莫大な金がかかるんですよですからあのアメリカの場合と日本の場合はまたちょっとね比較するのはちょっと難しいんですね実はね。あのその公共の電波を使うのに利用権っていうのをまず手に入れなければいけないですけどもその利用権を手に入れるのにあの日本はですね総務省が、まあ、許認可制度であなたに利用権をああの渡しますということで,で利用券手に入れればですね別にあのお金払わなくても利用権自体は手に入るわけなんですよ。で毎毎年毎年使うと 100億円とか200億円政府に払わあの総務省に払わなければいけないんですけども利用権自体はですね、あのー、手に入れるのにお金払わなくてもいいんですよね。 でそれに対してアメリカとかね、まあ、ほとんどの,あの国,々国なんですけどもあのオークション制を取ってるんですねあのミクロ経済学の分野でオークションっていう理論があるんですけどもそのオークションの理論に基づいてですねその公共の電波をですねあの利用権オークションで売るということをやってるんですねですから、まあ、例えば T モバイルというアメリカの会社があるんですけど大体その、えー、電波の利用権を手に入れるのにオークションでね、えー、8000億円でしたっけね T モバイル。確か億円あの お金を、ねえー、投入してです、ねえー、どこか書いたんですけど忘れましたけども、えー、8800億円ですね8800億円アメリカの T モバイルという会社がその電波の利用権を手に入れるのに払ってるということですね。 ですからその日本はその利用権自体は手に入れるのに、まあ、あのちゃんと審査を通してということでその審,査にかあの審査を通るためにいろいろ準備しなければいけないからもちろんコストをかけて時間をかけてということでそれで利用権をもらっているわけなんですけど、利用権自体にはお金を払っていないということでだからアメリカだったら8800億円も払っているということですから、まあ、ちょっとです、ねあのー、安く手に入れているんじゃないのっていう諸外国に比べては安く手に入れているんじゃないのかというふうに映るんですよね。 でまあ、あの今、ミクロ経済学ではです、ね、あのオークションの理論というのが非常に盛んに、えーですね、分析されているんですけどもあの我が日本はそのオークションの理論を使っていないということでアジアで使っていないのは、ね、本当珍しいですよ。オークション制度を使っていない、えー、国というのは。 中国北朝鮮モンゴルそして我が日本ということでほとんどはねオークションによってその利用権が売買されてるということですから、まあ、日本もねそうすればもっとね、えー、オークションで利用権売ればですねもっと政府にお金が入ってくるんで、えー、もっとね政府の収入が増えるんじゃないのかなというふうに思うんですけどもなかなかねやっぱりその、ねえー、あの既得権益がありますんで。 ななかなかそ,のそれこそ岩盤規制ですよねそれたなかなか叩き割ることができないということでだ,だ,だから菅さんなんなかかねたままにちらつかせますよ、えー、諸外国なんかあのオークションで利用権を、ねえー、やってるんで、えー、うちもあの諸外国を参考にする必要はあるんじゃないのかなみたいなねそういうことをねやっぱりちらつかせますよねそうするとやっぱり通信業界としてはビあのビ,ビっちゃうと、えー、いうことですね。 だからマスコミなんかもあのも,もちろんマスメディアあの、えー、そのテレビ局なんかもつあの電波を使ってやってるわけですからあんまり現政権に対する批判っていうのもちょっとしすぎるとですね,そのねオークションでまたなんかこ電,電波の利用権をやられたりするとこ,こっちとしてもちょっと困っちゃうから、えー、あんまり批判できないかなっていうようなそういった状況にもなっちゃうということでたまにやっぱりねそういったちらつかせるっていうのも、まあ、あの意図的なのかどうか分かりませんけども。あのまあ、してるように私は、あの 見てしまうんですけどね。 でまあ、菅さんの狙いということでやっぱりこれなのかなというふうに思いますね、まあ、9月の自民党総裁選ということで安倍首相参戦を目指すということでありまして、ねまあ、やっぱり、ね、あの点数稼ぎポイント稼ぎこれが必要なのかなとやっぱり通信料金が安くなったらです、ねまあ、例えば4割安くなればです、ね、10万払ってたのが6万円になるということで国民の景気の実感がです、ねまあ、良くなるわけですよね。まあ、景気がいいい,いってううふうに に言われてても全然実感ががないっていいっう方の方の多いんですよですから実感なき、まあ、景気回復っていうふうにも言われたりするんですけどもこれがねあの4割もし、えー、カットすることができればですねなかなか4割実際つらいと思うんですけどね。 4割の利用料金4割下げるというのはなかなか難しいと思うんですけどもしできればですね4万円浮くってことですからこれはね結構ね、ねあのちょっとね実感が出てくるのかなと景気が回復している実感が出てくるのかなというふうに思いますね。まあ、菅さんもねやっぱりさすがに4割は落ちないだろうとうう思ってるんじゃないですかね1割、2割落ちればいいかなというような感じで言ってんるのかなという,ふうに思いますね諸外国のデータなんかをね参考にして、ね。 まああのあと楽天がね来年2019年に参入してくるということですけど6割でやっちゃうぞみたいなこともなんかゆあの三木谷社長が言ってるとかっていうことも聞いたことがありますんでまあですからねあのこれからまたちょっとね競争が激しくなってね私としては通信のその業界にですね楽天が入ってくることは好ましいことかなというふうに思いますねやっぱり三社でやっちゃうとどうしてもですねまあちょっともう少し競争していた方がいいかなというふうに思いますんで、まあ、楽天が入ってくることはまあ私としてはもう。 もう本当にいい状況が落とせるウェルカムということですね。で、あとこれですね。2019年10月にですね、消費税増税を控えてるんですよね。まああの消費税増税が本当になされるのかどうかっていうのはまだ確定はしてませんけど、おそらくされるだろうということなんですよね。で、まあ消費税が増税されたらですね、やっぱり景気があちょっとね。 え腰折れしてしまうということがどうしても避けられないのかなというふうに思いますけどもまあここでですねまあ4割はちょっと無理だとしても通信料を引き下げることに成功すればですねえまあ国民の,その財布の,の状況もですねそれほど悪くならないのでなんとか消費税増税にも耐えられるんじゃないかなとまあそういった背景なんかもあるのかなということでまあいずれにしてもやっぱポイントを今挙げておきたいかなとそういったのが菅さんの狙いなのかなというふうに私は思ってるんですけどね。 では、えー、実は、えー、通信量が高いのは競争政策の失敗というふうにこれ書きましたけども、あのーまあ、菅さんは、ねえーそのえー、通信量が高いじゃないかとけしからん,、まあ、けしからんとは言っていませんけども通信量が高いじゃないかということを指摘されましたけども実は、えー、現政権の、ねえー、現政権はこれ自民党ですからで菅さんも自民党の方ですからやっぱりあの自民党の政策の失敗でもあるというふうに、ね、これはもうあの素直に認めるべきでもあるのかなという,ふうに思いますね。 等が通信量高いじゃないかと。 政策失敗してんじゃないのかと競争政策の失敗ですねというふうに野党が言う分にはいいんですけども2012年の末から自民党が政権を持っててですね通信料を引き下げようということを2015年に安倍総理が言ったにもかかわらず大して変わってないとむしろ年間の使用料で言うと10万円超えちゃったということですからで国民の65%が日経新聞によれば高いというふうに言ってるわけですからあのむしろその安倍総理大臣が通信料を下げようというふうに言った2015年からあんまり状況が変わってないむしろ高くなってるんじゃないのというような 状況なんです,よ、ね、ですからむしろ政策の失敗なんじゃないのかと、えー、ここはもうあのひょあの批判よりも実は認めた方がいいんじゃないのかなというふうに私は思ってしまったんですけどね、えー、安倍政権ということですから安倍政権がやっててそれであの通信量が高くなってるんで、まあ、むしろ競争政策の失敗なんじゃないのかなと。 であのー、まあ2015年の時にですね、えー、その安倍さんがちょっと通信料もう少し下げたらっていうようなことをですね言われてですねこれは実現したんですよね、えー、端末料金と通信料金の分離ということでゼロ円端末はダメだっ ということでありまして、えー、端末料金と通信料金の分離というのは成功したのかなということですよね。まあ、日本のまあ、その商売の形態といたしまして、ね、その通信料金をまあ安くするないしはゼロ円にすると、えー、で、その代わりその端末の料金をですね。毎月のその通信料に上乗せしてですね。それでえー、まあ、商売やるというそういった観光がずっと続いてきたんですよね。 で、それをなくすということですね。だから、あの、端末料金と、あの、通信料金分けると。 ねえー、で端末料金と通信料金を分けるようにすればです、ね、通信料金がもっと下がるんじゃないのかということを期待してたわけなんですけど、えーそのねえー、安くなってその端末料金が含まれなくなったにもかかわらずつまり、えー、もっと値段を安くできるにもかかわらずその原子が通信料の値下げとはならず結局、利用者負担が増加しているだから年間10万円超えてしまっているんじゃないですかと。 いうことでありましてあううできるんじゃなないいのかなととうこでですね、まあ、あのでもいずれにしてもねこういう議論が起きるってことはいいことだと思いますんで、まあ、これによってですね情報通信審議会というのが今動いてるんですけどもそこでまた話がまとまってっていうことでいい方向に向かっていただければと思いますけどやっぱり競争というのがもう少し入った方がいいのかなというふうに思いますね。 菅、まあ、ショックというふうにこれ書きましたけどね、あのーまあ、実は株式市場で,です、ね、菅さんが札幌でその講演したあと、ね、20分足らずで,です、ね、その大手3社の株価がです、ね、大暴落したというのがありまして、ね、これちょっと振り返っておきますけども、えー、この大手3社の株価が菅さんの発言によって急落しました。 でなぜかというと4割もですね値段下げろということでありますからもしそれが実現したらですね大手のそのね金融あの通信会社のですね収益が悪化するじゃないかとその懸念からですねじゃあちょっと株持ってるの怖いなということで、えー、大量に売られたということで、まあ、菅さんの発言のわずか20分で急落してしまったと、えー、KDDI なんかは、まあ、一時5.2%も、ね、株価があダウンと。 えー、ドコモは5%近く安く安なったと、えー、ソフトバンクは2.1%で済んでますけどねでもやっぱり下がってるとで楽天も、えー、来年入ると、えー、あるいは楽天モバイルという、まあ、格安スマホは現在すでにもうやってますんで楽天もやっぱり下がってるということですね。 まあドコモなんかはだいたい2900円ぐらいだったんですけど、やっぱり2800円ぐらいまで落ちましたし、だから100円下がったと。えー、あるいは KDDI で言うと3100円ぐらい株価があったんですけど、それが2950円ぐらいまで下がったと。ソフトバンクは1万円ぐらいあったんですけど、9800円ぐらい下がったということで、えー、非常にこう下がりましたねと。 でこのとき、ね、この日はね8月確か21日だったんですけれども、日経平均株価が若干上がってるんですよ、若干上がってる状況で、この大手3社の、えーまあ、楽天も入れたら4社ですけれども、株価が下がってるということで、えー、確か日経平均株価が上がってたんですね、この日はね。ですから、上がってる状況にもかかわらず、下がってるということから、いかにこの下げの圧力が大きかったかということですよね。で、えーまあ、この影響ですね。 まあインフレ率に実は影響が出てきましてですね、まあ、現在、ですね、まあ、安倍政権ないしは日本銀行なんですけどもインフレ率2%っていうのを目標にしてんですよもう安倍政権の経済政策で言いますとやっぱり一言で言うとデフレ脱却これを目指してるんですねデフレからの脱却っていうのがやっぱり安倍政権のキーワードなんですね。 アベノミクスなぜするんですかこれデフレからの脱却なんですよえ日本っていうのはもう長らくですねデフレに苦しんできたと、えー、バブルが崩壊して90年代の初頭だったわけなんですけど失われた初めは10年っていうふうに言われてたんですけど失われた20年になり、えー、失われた30年なんじゃないかっていうふうに言う人もいるんですけども非常にバブルが崩壊して以降経済が悪くなっちゃってそして経済が悪くなって需要がですね冷え込んでるもんですから物の値段がどん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 安くなるというデフレがね、えー、起きてしまってるということで。 このデフレから脱却することが日本経済が回復するためにはぜひ必要だということで、まあ、デフレからの脱却これが安倍政権のやりたいことですしそして日本銀行も今それを目指してですねインフレ率2%っていうのを目標にですね金融緩和政策を行っているんですよ。よで 具体的に言いますとねこのインフレ率2%っていうのは総務省が出してるんですけども消費者物価指数っていうのがありましたね、えー、生鮮食品を除く物価指数なんですね。でこれ、コア CPI っていうふうに言うんですけどもこのコア CPI が去年に比べて今年の値が2%上昇しているそれを目指してですね今、金融緩和政策を行っているんですね。 で、えー、じゃあ通,知表を見てみあの通信簿を見てみましょうね、えー、どういう状況なのかっていうと、まあ、日本銀行が金融緩和政策をしてるんですけど2015年はですね、えー、生鮮食品を除くコア c p i で見ますとですね0.5%しか前の年に比べて上がってないんですよ。で2016年に関してはですね、えー、もっとひどいですよ。 これ三角形がついてますね。これマイナスです。だから去年に比べて0.3%ものの値段のも値段が下がっちゃいました。ということですね。で、2017。17年は0 5。.5% 上がってますけど、でも2%の目標全然下回ってますよね。 直近ではどうなのかというと0.7、まあ、0.7、0.8、0.8ということで、まあ、若干、ですね、この頃に比べれば上がってきておりますけども、まあ、しかしながら2%というのを目標に掲げているのを考えますとまだまだ低水準で飛行しているのかなということなんですよね。じゃあ、皆さん2016年、ね、これ気になった方いらっしゃると思うんですよね、マイナス0.3%ですよ、生鮮食品を除くコア c PI で。 マイナス,スこれ何かというと原油価格が2016年というのは非常に下がりましてねあの、まあ、例えば、えー、原油価格の値段は1バーレルという単位なんですけども大体いい30ドル台まで下がっちゃったんですよこの年っていうのは。1バーレル30ドル台っていうのは非常に安くてですね あのリーマン・ショックが起きる前なんかは1バレル247ドルですからねでそれがまあ2016年なんかは1バレルが30ドルとかそれぐらいの値だったんですから非常に原油価格が下がってしまったということで、まあ、原油価格が下がるとですね物の値段もぐっと引き下げるそういった要因になりますからねいろんなところで原油使ってますからねしたがって原油価格が下がったことによって日本全体の物価が押し下げられたということで2016年はマイナスでしたということでだけど 原油価格も、ま、世界経済がちょっと上向いてきてるところもありま,したんでありますので、ま、今、上がってきててあの、えーま、原油価格もちょっと、ね、持ち直して、ま、あの2017年は0.5%のインフレ率を実現できてそしてようやくです、ね、今0.7、0.7、0.8、0.8ということで、ま、目標水準よりも低いですけども1%に近づきつつあるとそういった状況に来てるんですね。 ですからようやくここまで来たかなと日本銀行の黒田総裁は思ってると思うんですよ。1%を下回ってるけどようやくここまで来たかなと原油価格もねあの一時に比べて戻ってきてくれてああちょっと良かったなっていうふうに思ってた矢先にこれですよ、えー、菅ー官房長官の発言4割下げろってことですからこれで通信量が下がったらですねあの家計の、ね、消費の、えーまあ、多くの部分がその通信費に充てられてるっていうことですよね。 まあ多くの部分で先ほど具体的に申し上げましたけど、えー、っと3.7パーセントですね家計の最終消費支出の3.7パーセントがあそのお通信費ということですからこの通信費が4パーセントも下がればですねもまあよごめんなさい4割も下がればですねだいぶですねまたものの値段のその上昇にいの勢いにまた肌ダムがかかってしまってですね日本銀行としてはちょっとね今回 困ったなと状況困ったなっていう状況ですね物価上昇の逆風が吹いちゃったということですね。まあ、仮に携帯料金が4割下がるとということなんですけども、えー、消費者物価指数が1%弱です、ね、下振れするというです、ね、そういったです、ね、あのデータもあるんですね。まあ、本当にそうなるか分かりませんけども、えー、それぐらいの,その、ね、下落圧力っていうのがあるんじゃないのかと、まあ、いずれにしても物価上昇 を目標としておりますけれども、それに逆風が吹いたというふうに考えることができるのかなということで、まあ日銀、えー、黒田総裁にしてみればもうちょっと落胆をしている状況なのかなと。で。 まあ年10万円のね、えー年、もし4割下がるということであれば、年間10万円携帯電話に使ってるわけなんですけども、4万円が浮くということですから、この4万円がですね別の消費に回ればいいんですよ。ね、4万円がね、えー、まあ仮に 4, 4割下がると、4割おそらく下がりません、1割か2割でしょう、おそらくね、えー、下がるのが1割か2割だと思いますけども、仮に菅さんが言うように、4割下がるとして、4割下がれば、年間で4万円ですね、浮くわけですよ。 じゃあ4万円浮いて別の消費にですねそのお金が向かえばですね、えー、使ってるお金が同じなんで別に物価が下がるってことはないんですけどもおそらく貯金に回るんですよね貯蓄に回るのかなとで貯蓄に回るとお金が使われませんから物価が下がっちゃうということですね。ね これも、ね、やっぱりデータあの統計がありましてねちょっとごめんなさいどこだか忘れちゃいましたけどやっぱり民間のところ民間の会社があの統計あの調,査調査結果があったんですけど、えー、もし通話料金通信料が下がったらその下がった分 ね、浮いたお金で何をしますかっていったら一番大き多い答えがですね貯金いいう答えだったらしいんですよねですから、まあ、日本人っていうのは貯金が好きかどうか分かりませんけども、まあ、浮いたお金をね消費に回してくれれば物価下落っていうのは、まあ、それほど起きないかなとえむしろ消費がねいろんなところに使われて消費が増える可能性もあるのかもしれませんけどもまあ貯金っていうね答えも結構多いということですからまあ,あそれを考えますとですね インフレ率2%でまた遠のくのくかなともし実現すればということですねその通話料金が下がるというそういう値下げが実現すればということなんですけども実現すれば、えーえー、そのインフレ率2%の目標達成ですねこれまたちょっと遠のいちゃうのかなというふうに、えー、あのニュースをね私見て思いましたけどね。 まあ今回のね菅官房長官の発言なんですけども、まあ、我々国民にとってはですねそれが実現すればですね、まあ、ある意味嬉しいと、まあ、景気を実感できるようになるかもしれない年間4万円も所得が増えるってことに他なりませんから、まあ、景気の実感景気回復の実感っていうことで関して言えば国民に対しては嬉しいと思いますしそれは現政権としてはやっぱりポイントアップにつな,ぐつながるわけですからいいわけなんですけども、まあ、しかしながらその携帯の大手3社として見ればですね 結構お金使ってんですよとその施設で投資したりだとか設備に投資したりだとかね第5世代これをちゃんときちんと回す,回すには今いっぱい設備投資してんですよとそういうの分かってくださいよともし利益を削られるようなことがあったらもうサービスの質の低下っていうのが起きちゃいますよというねそういったことも起きかねないわけですよね。 さらにそのマクロ経済で見るとです、ね、やっぱりこのインフレ率が下がってしまうと1%弱下振れともっと大きく下振れがするんじゃないかって言ってる、まあ、そういった、ね、あのシンクタンクとかところもあるんですよですからあのインフレ率という、ね、マクロ経済で大切な、ね、指標になるわけなんですけども、まあ、それを押し下げる可能性があるとマクロ経済にもです、ね、今回の,その発言というのが実は影響を及ぼ、えー、しかねないということでありましてね。 えー、まあそういったあことなんかも踏まえてねこれからいろいろねいろ、えー、んなニュース触れていただければなと思っております。えー、それではですね本日の講義ですね以上とさせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした。